こんにちは、森です。今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにお邪魔しています。はい、今日のレッスンのテーマは、まあ、ロングパットですね。ロングパットでもしっかり芯を捉える、まあ、練習方法と、ロングパットをしっかり打てるようにする練習方法をちょっとお伝えできたらなと思います。結構私も普段レッスンしてて、ロングパットがまずそもそもカップに届かないとか、あとロングパットになるとなんかわけわかんない方に飛んでいっちゃうというか、自分が思ってるところに転がっていかないという方がすごく多くて、なのでそれが身につくだけでも3パット軽減とかでスコアにつながるのかなと思ったので、ちょっと今日はそれを皆さんにお伝えできたらなと思います。はい、でその練習方法が結構斬新なんですけど、まあ、今後ろに見えてるこういう練習場のこういう打席の上でできるんで、まあ、よく打ち放題とかある練習場でやってもらえたらいいなと思うんですけど、できれば1回がいいなっていう感じで、方法としてはとにかくパターで、でまあ、パターの練習がパターは当たり前なんですけど、パターの打ち方でとにかく遠くに飛ばすっていう練習なんです。まあ、どういうことかと言いますとですね、まあ、パターの打ち方なんで、ごめんなさい、私ちょっとクロスハンドなんでクロスハンドでやらせてもらうんですけど、まあ、普通の人だと順手か、このパターでこうフルショットして飛ばせるじゃなくて、パターのストロークでどれだけ遠くに飛ばせるかっていうのをやってもらいたいんです。で結構多いのが、まあ、多分30ヤードは余裕で超えてくるかな、まあ、40できれば50ヤードぐらいいったらめっちゃいいなっていう感じで、方法としてはもう普通に構えて思いっきりポーンって打つだけなんですけど、これで40ぐらいかな、普通にパターでいつも通り構えてもらって飛ばせるだけ飛ばす、ポン、だから50ヤードぐらいいったかな。で結構これが、まあ、普通に今私打って50ヤードポーンって打ってるんですけど、なんかこれ見てると多分簡単にいきそうな感じすると思うんですけど、これをちょっとみんなにやってもらいたいんですけど、実際に結構お客さんにこうやってもらってて、実際30いかないとか、まあ、行って30ぐらいの人がすごく多いんですよ。でどういう打ち方になってるかっていうと、はい、普通常通りまず打ちます。まあいつも私が打ってる形ですね、ポン。で次によくある、よくあるなんか飛ばないなっていうお客さんがやってる打ち方が結構こうなる時がすごく多い。多分見比べてもらうとすごくわかるんだけど、だいたいその打ち方して距離ってどれぐらい出るかっていうと、まあ30いくかいかないかとか、20から30ヤードぐらいですね。多分転がってるボール見てもらうと分かるんですけど、なんか変にポン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 跳ねていっちゃって、なんかボールに勢いがない形になってると思うんですね。これが、まあ、要はロングパットで、まあ、ワングリーンでよくね端っこ乗っけちゃって2、30ヤードのパット残りますって結構あると思うんですけど、そこで届かないよって言ってる原因がここで、まあ、見比べてもらうとすごく分かるんですけど、まあ、要は足がまず動いちゃってることが一つありますね。基本パターって、まあ、腰から下は絶対こう動かさないようにして打ってあげないと芯捉えられないのと、ヘッドが走っていかないのでボールに勢いがつかないんですよ。でもう一個が頭が一緒にずれちゃいますっていう現象ですね。まあ多分一緒に回っててよくある光景だと思うんですけど、ショートパットとか特に、まあ、カップを見たいというか結果を多分早く見たいからっていうのあると思うんですけど、一緒に頭が動いちゃう。なんで腰と
頭をできるだけ固定した状態で打ってあげないとこの練習方法って距離が出ないんですよ。なんでその2つをちょっと抑えて練習場でいいか試してもらって、できれば50ヤードちょっと飛ばせるように練習してもらえると必ずロングパット距離も合ってきますし、芯捉えてロングパット打てるようになるので、まあ、変に行き過ぎたりとか変な方向飛び出たりっていうのがなくなるので、ぜひこの練習方法を普段の練習に取り入れてもらえたらいいなと思います。ぜひ試してみてください。まずまとめとして一つが、まあ、普段通り打ってもらうんですけど足をとにかく動かさないっていうのが一つ。もう一つは、まあ、飛ばしたいっていう気持ちが多分先行しちゃうと思うんで、そうすると、まあ、目標方向の方に体が動きやすくなるんですよ。もうあっちに行かしたい行きたい行かしたいっていうので、なのでできるだけもう向こうは見ないで頭を動かさないでパチンって打ったとこを確認してから見てあげるっていうところを2つのポイントを押さえて、練習してもらえるといいかなと思いますので、ぜひ練習方法に取り入れてください。ありがとうございました。